いや、万歳でございます先生。本当に良かったね皆様。いや、これは日本サッカーを愛するものね、みんなの喜びということで、うん、いいんじゃないでしょうか。そうだね、無事パリ五輪出場を決めてくれました。日本決勝進出でございます。やった。いやー、もう完勝と言っていいんじゃないかというね。そうだね、これ内容に関しては朝ミルワカの本チャンネルでね、はい、こう誠実的だというか、あの起用とか向こうのやり方とかね、こちらどうしに行ったのかみたいな、はい、こう出てると思いますし、もう散々いろんなことも語られると思いますので、うん、もうここはパーティー会場ですね。15分のそうだね、なあ、上げ上げ、うん、いやー、そんな話をしていきたいなと思うんですけどもね。はい、その前に眠い眠いね。めちゃめちゃ眠いですもん。5時半だから今仕切り直してパーティーしたいぐらいですもんね。パーティーは置いて一回寝たいぐらいですからね、これね。そうだね。あんな先生のあの先日の授業をね、こう、ありがたく聞きながらでも、先生ずっと喋ってたのが、ちょっと落ちそうだりました、私ね。ごめんなさいね。いやいやいや。熱心な生徒ですよ、私、普段はね、これ。ちょっと限界来てますね、これね。朝だからね、もうね。ただ起きててよかったよっていうね。リアルタイムでやっぱあの細谷先生が覚醒してますしね。いや、出だしから調子良さそうでしたもんね。ほんとそうだったね。あのシュートもすごかった。あの1本目のね、あのキーパーが防いだシュートも、あの持ち出すスピード、うん、細谷選手のうわやっぱストライカーだなーなんつって思ってたんですけど、やっぱこう仕留めたあのね、うん、後ろからジョエル・チバーさんのね、こうロビングをオフサイドライン気をつけながら、後ろからのジャンピングで収めて、柔らかく左足で、ね。あれ、すごかったわ。そして勢いを持ってゴールのね、うん、ラインを消しに来た、ね、ディフェンダーを、その勢いを、ね、うん、ターンで殺してね、先に行かせて、そこでターンもちょっとまあ難しいボールになりましたけど、うん、足で擦るように、擦り上げるように優しく、こうゴロで流し込むというね。なかなかできないね、あんなのね。ずっとゴルフの最後のパターみたいにね、大事なシュートを優しくもね、ゴール右隅サイドネットに入れましたっていうね、そんな。そうでしたね。あれはやっぱ他のポジションの人はできない仕事ですね。できないね。あれもザ・ストライカーしかできないね。持ちは持ち屋だってことでしょう。ね、そういうことだね。カエルだってことでしょうね。そうだね。ちょっと逆の意味ですか、これはね。いやーね。素晴らしい、嬉しかったですね。そんでね、やっぱみんなが細谷選手を応援してましたから、これ決勝に向けて、オリンピックに向けてもね、指定代表になっていく日本のストライカーとしても今日は大きな日になったじゃないですか。いや、思いますね。試合中の表情なんか、あのゴール直後の表情なんか見ても、うんうん、表情なんか見てもなんか、うんうん、さっき見てるなって感じしますよね。そうだね、こことかね、オリンピックだけじゃないよね。いやいや、もうもっと先を見据えてる感じはしましたね。インタビューとか聞いててもね、通過点だぜっていうね、だから緊張なんかしねえぜっていう、なんかそのスケール大きい人になっていくんだろうなっていうね。バイエルンミュンヘンっぽいけどね、僕なら。いやー、わかるな。ね。いやー、よかったよ。勝った日は、何度もだけど、素晴らしいプレーをした日はもういくらだって褒められますから、これね。そうですね。2点目も、うん、ね。荒木亮太郎選手ね。荒木亮太郎選手が決めたあのゴールでしたけど、ね、畑中選手がもう2人に、大畑くんね。大畑選手がね、うん、2人にこう、掴まれながら、クリーンと体をひねりまして。ね。あれがいいんだよな、彼はな。と、ああいうのはもうやっぱ日本人のね、こけるでもなく、うん、芝居するでもなく、顔を歪めるわけでもなく、ならばということで体を回転させましてですね、スリスリ、しゃなりしゃなりと抜けてたボールがね、いいパスがジョエル千葉先生の方に行きましてね、もうパスが自分に届く前からもう出すところ決めていたというかね、荒木選手のね、あ、運の飛び出しが見えていた、そこに優しいパスが届くわけですがね、ワントラップで勝負を決めたわけですね。オリエンタードされたトラップがあったわけですね、荒木選手の。ちょっと長いかなと思いましたけどもね、あれは自分のやっぱ分かってですね、うん、長さをね、キーパーが届かないですね。見事にこう、牛若的にね、走り込んでね、弁慶の次は牛若丸が決めてくれたと。ひょいっと、いやひょいっと言ってくれましたよね。いやー、よかったねー。ごめんなさいね、僕は、やつぎ早に喋りましてね、これ。いやいやいや。こうしてないと私寝ちゃうんですよ、これね。いや、気持ちいい2点目でございましたしね、先生ね。そうでしたね。その後もはピンチこそね、迎えた瞬間もありましたけど、もう大方も主導権は常にこっちやったということですね。
そうっすね。なんか、ねええ、僕は同時視聴見てて、あんまりこう、シュートに来てても、なんか、ピンチっぽい感じはあんまりこう、なんかなくて。本質的なピンチ崩されて崩されてっていうのは、なかったんじゃないですかね。あと、こう、シュートも確かにこう、打たれたりだとか、クロス放たれて中に当たって、こう、なんかゴールに向かわれるシーンあったけど、よくちゃんと後ろから見てみると、結構外れてたりするんですよね。なるほど、なるほど。だから、こうなんか、小久保選手がちょっとなんか余裕持った感じで動いてたのも、あ、これ外れんなっていう感じはあったんだろうな。なるほど、なるほど。まあ、もちろん、高井くん、木村くんのね、クリアもあったからっていうのも本質的にはちょっと蓋はできてたんじゃないかなってことですよね。僕はもうワンチャンパルプンテ狙いみたいなのも多かったですから。多かったっすね。だから、ジャシムだけでしたね。ある程度こう、はい、剥がして剥がして前まで運んできてくれるのはって。ね、そしてね、もう前半これもね、最初からもうファールトラブル仕掛けられてきてましたしね。向こうの大げさな演技もありまま、こっちも踏んじゃってごめんなさいでしたけどもね、これは。わざとじゃないから、ね、これよく見てた、あのレフリーもだから。ほんとそうだね。あそこで変なカードにならなくて、本当に良かったですし、サッカーの正義を守ったしね、あのオーストラリアのレフリーはね。そうだね。なんか、この試合、うん、なんか本当に唯一って言っていいぐらい、はい、アディショナルタイムなんかある程度まともだったし、ね、レッドカードも出なかったしっていうね。もうあの、FIFA から怒られたん違う？この大会、ここまでの、ね。ちょっと思われるよね、なんか。に関してね。怒られたというか、なんかこうね。どうでしょうか、それはもう衝動に過ぎないまあでも日本にとってね、なんかいいことが多かったのは嬉しかったですね。そうでしたね。うんうん。だからさ、なんかまず俺、はいはい、だけどそのピンチはあんまないって言ったけど、はい、唯一ちょっと怖いなというか、はい、あ、やっぱそういうチームなんだなって思って、やっぱ前半と後半の最初ですね、うん、イラクの攻撃、うんうん、やっぱこうファーストパンチは繰り出してくるね。はい、繰り出してきました。だけどそれをいなしてしまえば正直ほぼあとはって感じだったので、うんうん、どうでしたね。だ A 代表の時も前半ほんと3、4分で一発目決められちゃったけど、はいはい、あそこでもしガンと守れてたら、うん、実は失点とかもなく試合終わってた可能性もあるのかななんて改めて思ったというか、うんうん、なるほどですね。いやだからいろんなものを踏まえてもちろん今大会もあるし、先輩たちの悔しい思い出も ね見てたわけですから、うん、なんか落ち着いてたね。こう落ち着いたね。戦術とかじゃないところのなんか硬さとかさ、緊張とかあってしかるべきじゃない、うん、プレッシャーとか、うんうん、そういうのをまるで感じなかったですね。やっぱそのね、そうすね、椅子とかそういうのはもうしょうがないけどさ、そのなんかこう、うんうん、大人のチームでしょ、挑発にも乗らない、乗らなかった ね、 ね、ちゃんとこう遂行すべきこと集中してる感じもあれば、自信を感じましたよね。そうだね、なんかいいチームに今大会でやっぱり一個大会になるんだなっていうのね、ね、ついぞ感じましたよ、これね。まあ、やっぱカタール戦、まあ、中国戦もそうでしょうけど、はいはい、大きかったよね。それがあったからこそ、うん、いろんなプレッシャーも跳ね抜けても、だからメンタルのレベルが一段上にみんなで上がったんだろうなと。韓国戦、今思えば、ね、韓国戦敗れて悔しかったっていうね、あれもありますし、うん、ね、退場するしないみたいなものがありました。本当だよな。いやー、非常に引きこもられて、ね、喉の渇く展開もありましたけども、うん、ここで決める試合でしっかりとファイブバックを打ち破ったっていうね。そうだね、結局今んとこみんなファイブだもんね。そうですね。うん、しかも本来やってないファイブをやってくる感じだったから、やっぱり、そうですね、いやいやいや、もうアジアの戦い終わりですもんね。決勝戦パンと蹴散らしてね、組んでくれるんでしょ、あの、ということですよ。やってくれますよ、ウズベキスタンは。ウズベキスタンはね、はい、ウズベキスタンだってもういいですよ、眼中ないですよね。はい、もうパリパリの話をしましょう。パリね、これはどうですか、ウズベキスタンに勝つ勝たないじゃ、パリの入るとか違うでしょ。違うの、あのね、違うの、あのね、決まってんだ、東京オリンピックのね成績で。実はね、マサ、はい、土壇場で、はい、それが変わりました。あら、あのね、あ、優勝したら、うん、D 組、いわゆる結局今までとはちょっと違って、うん、優勝したら D 組、うん、2位だったら C 組みたいな感じで変わりました。どっちがいいの？まあ D の方がいいね。だから優勝した方がいいわ。そうじゃなきゃ困るよね。ねえ。マリと離れるってこと？そうそう。うん、あいつね、マリと一緒。あ、マリと一緒はいい、いい方なの？うん。うん、その D 組って言った方が、マリ、パラグアイ、イスラエルです。うんうんうん、うん、はいはいはい。準優勝だった場合はね。準優勝だった、優勝だった場合が、その。あ、そう。パラグアイ、マリ、イスラエルと戦って、準優勝だった場合は、ドミニカ、エジプト、スペイン。あ、スペインがいるんだ。
そうなんです。だからFIFAランキング的なことを考えると、うんうん、あの一桁の順位が入ってないのはその D 組だけなので、うん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 、あれ見たら D 行った方がまあやりやすいっちゃやりやすいんじゃないのかなっていう感はある、ね。じゃあやっぱ優勝しようよ、じゃあね。そうだね。そこモチベーションあっていいじゃないこれね。そうだね。あ、それはいいね、わかりやすくてね。そうだね、日本とウズベキスタンがだからここどっちかに入って、うんうんうん、あとはだからアジアカップ3位になったチームがだからイラクかインドネシアがアルゼンチン、モロッコ、ウクライナと戦う。もういいです、アジアの話もいいですよ先生も。いやいやいや、終わった話ですよ、もうアジアなんかもうね、もう パリで、ね、いいですよね、列強、ね、列強諸国とやりましょうよ、ほらね。そうだね。お疲れ様、ファイブバックの皆さんお疲れでした。ね、一生引きこもっといてください。お疲れでした。ね。まあ、あとはどうなるかよね。あとはパラグアイはね、やっぱりワールドカップでも戦ったことはあったりするのと。ちょっとリスペクトなかったから冗談だよ、今のね、皆さんね。ちょっとなんか気分が悪いね、やっぱり、ね、サッカーファミリーに関わる、ね、全ての人にリスペクト忘れたくないですからね。いや、素晴らしい、あの、ね、踏まえた戦い方だったと思いますよ。コメディアンとして、あの、持って言ってるだけですよ。ね。ね。お疲れ様でした。ね。ということでございますよ。はい、うんうん。まあなんでね、まあちょっとどっちに入るかはまだ一応決まってないんで、決まったらまた ね、5月中にでもそういう動画撮ろうかなと思いますけど、いやいや、どこの先の話ができるっていうのはいいですよね。そうですね。ね、どこにします？合宿所はね、フランスですか？トゥールーズ？ね。どこですか？フランスワールドカップとかでその話ありましたよね。どこですか？あ、フランスワールドカップトゥールーズだったんだ、合宿地。違うっけ？いや、わかる。俺知らないから、その時のこと。だから、合宿地というか、その試合する場所がね。あ、3つの都市でしたよ、だからね。その時トゥールーズっていうのがあった気がしますよ。ね、今はほら、チーム名とかね、そういうので知ってますけど、当時はあんまりなかったですから、ね、なかったわけじゃないですけど、俺は知らなかったですからね。うん、そういう、もう、パリの話ですよ、こっからは。そうだね。ね、うん、そういうことですよ、ね。そう考えていくと、うんうん、まああとはあれだ、誰が入ってくるかとかって話がちょっと始まります、ね。まあちょっとアジアカップの、ね、話をちょっとするんであれば、まあイラクとね、インドネシアの地が勝つのかなって最決ですよね。いや、苦しいでしょうね、全然ね。苦しいでしょうね。これ負けたら大陸間プレーオフってことでしょ。そういうことですね。これはもう関係なくてよかったですね、我々ね。いや、大変でしょうね。大変でしょうね。勝っても負けてもパリ行き決定ですからね、ある種ね。これね。そうだね。うん。頑張ってください。頑張ってください。ね、頑張っていただきたいね。どっちも5バックで頑張ればいいんじゃないですか。ね。うん、どっちも。イラクは、うん、ね、そうかな。決勝、だから三決は。そういうことですか、うん。普通に戻すでしょうね。5バックしてレッドカード出させたら優勝の大会。うん、なんでしょ、ここ俺はね。我々が正義を取り戻すね。エクスカリバーで我々はね、その、悪しき風潮を取り除いたわけですけどね。ほんとそうだわ。よかったよ、ほんとに。いや、素晴らしいですよ。そうだね。これなんか、いろんな意味で、なんか守った気がします。日本がね。日本がね。日本がサッカー、アジアサッカーの正義を、なんかねじ曲がらない方向に戻したんじゃないかなというね。いやー、ね、そうだよね。っていうところじゃないですかね。そうだよね。ね。だから、すごいレフリーとか感謝してますよ。ちゃんと見てくれたってね。いや、見て、ほんとね。踏んじゃったっていうのしっかりカメラ映ってましたけど、あれをちゃんとこうね、大げさに撮らずに、ね、うん。っていうのは感じましたよね。そうだよね、うん。相手はそれ狙ってきて、おげさん倒れますっていうところもあったじゃない？あの、ちぎれちゃったのってかわいそうだ、気の毒でしょうがないですけど。ね。そうだね。あ、もうやめましょう、うん、中東の皆さん。もう、そういうさ、大げさに倒れたりとか。もう、VAR の時代なんで、ね、ええ、うん、意味ないんですよっていうのがちゃんと出てよかったですね。でも、VAR でもそれできちゃったんだっていうのが、ちょっと合ってきたわけでしょ。この大会では。そうだね。うん、これはね、なんか、VR やったことないレフリーとかも多かったんだってさ。まあそうだよ、だって。聞くところによると。だってまだね、自国リーグでだってないんだもん。ないんだもんね。うん、VR が。っていうところもあるらしいから。ACL のグループ政治でさえないからね、まだね。研修とかは下にしろ、実践であんまりやったことないような
人もいたんじゃないかっていうのはね。ぶっつけ本番みたいなもんだもんね。そういうことはあるんですかね。でもまあいろんな多国籍でやらなきゃしょうがないわけですから、ああいうのっていうのはね。そうね。フェアみたいなのがあるんですから。そうだね。いや、だから、そういうものにも立ち向かってね、文句一つ言わず、ね、ダーティープレーとか、なんか出し抜くようなプレーとかね、すぐ立つし、我々の代表は。うん、ね、うん。掴まれたって押されたって文句言わずに戦うしね。そうだったね。ほんとすごかったね。そういう意味では、誇り高きサムライブルーでございましたな。うん、そうですな。うん、いやー、まずなんか、俺思うのが、もしかしたらヨーロッパ組そのタケとかだけの話じゃなくて、意外ともう全員来ない可能性あるんじゃないかなとも思ってて。本戦ってことですよね。いや、それはもう当然こう来れないんじゃないですか。まあね。うんうん、だから、このメンバーから18人プラス、まあ15人か。うん、で、あとオーバーエイジ3人足してぐらいな感じなのかな、なんて思いますね。はいはいはい、いやー、もうリアルなね、虎の歌の木の川山陽ではないわけですね、これね。そうですね。もうそういう話ができるわけですね。そういうことですよ。でも、フランスはなんかベストメンバーで来るらしい。エムバッペとか出るんでしょ？まあ、そうじゃない。だって、これ優勝しなきゃいけないもんだ。そうでしょ？地元開催だから、うん、そのフランスがいるんだったら、やっぱりね、日本もおたけとかね、うん、出てほしいですけどね。まあ、でも、納得できるかどうか。うん、だから、移籍がもうほぼほぼ確定な人たちとかはなかなか来れないんだろうなと思いますね。なるほどね。ゆいとくんとかちょっとどうなるのかわかりませんけど。うん、まあ、本当にね、うん、変な話もどんどんね、出世していただいて、ね、今回の子たちもみんな海外行って出れなくなっちゃうぐらいが、ね。うん、ある種いいことでもあるわけですから、ね、いいことかもしれない、それぐらいのレベルがね、うん、もう誰がオリンピックやんねんみたいなね、あんな苦労して取ったのに誰もいねえじゃねえかみたいなね、そうだね、いい意味でいないじゃないかみたいなね。でもさ、まあさ、はい、あの同時視聴中でも言ったけど、うん、そのジャシム選手を抑えたやっぱ関根くんとか、うん、だってジャシムって要はあの日本代表に A 代表のアジアカップで勝ったイラク代表のメンバーなわけじゃないですか。ああ、そうなんでしょう。はい。その彼を抑えたってことは、うん、やっぱ A 代表クラスまでの力はあるぞっていう部分をちょっと見せてるわけですよ。ジム選手ね、確かに確かに。はい、うん。でも思えば彼ってまだ今年から大、まだ大学4年生だけど1年繰り上げて今年からプロやってるんで、はい、まだプロの公式戦10試合やってないんですよね、リーグ戦で。なるほど。だけどもうヨーロッパ行ったってもうおかしくないぐらいの出来じゃないですか。うんうんうん、はい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 。いやー、だからまたいろんなフル代表の方でも競争は加速していくでしょうし、うん、いやー、もう夏に一体何人出ていくのかってことを考える、うん、ね。なるほどね。ありますから。うん、パリ五輪を取らなきゃいけないっていうね、スーパーミッション。ね、小宮さん見事乗り越えましたけど、その中で育成も、うん、進めたってことなんだね、これ A 代表にもつながっていくような。すごいと思う。日本代表のサムライブルーの時計をだいぶ早めたんじゃないかっていうね、うん、間違いないな。結果を取ったと、男大岩、うん、拍手でございます。本当だ、おめでとう、ありがとう。いやー、リスペクトね。よかったね。さすが ACL も取ったことある男ですよね。そうだね。アジアのプレスもよかった。アジアの名将にね、はい、これは優勝してもらって、そうだ ね、うん、輝いていただいてね。いやー、そうなること期待してるし、願ってるし。でございますね。うん。で、次のね、オリンピックの時はカタールに雇われてるのかな。ね。格の監督がやらでね、どうなんでしょうか。ね。そうなんでしょうね。アジアを勝つにはもうヨーロッパの考え方じゃないんじゃないかってことにね、カタールも。ね。アスパイア。大岩アカデミーになってるかもあれね。名前入っちゃった。ね、あ、そうですか。どうなるかね。いやー、とにかく良かったですということで、なんかはしゃいじゃいましたけども、うん、また徐々にこう込み上げてくるものがサッカーファンとしてあるんでしょうかね、きっとね。あるでしょうからね。嬉しいが今、はい、ね、5、眠いが8です。ね、強いじゃねえか。513あるっていうこと、なぜかね、10じゃないっていうあれですよ。はい。説明しようとお願いします。いやー、そうですね。本当、パリオリンピック決まりましたから、うん、まあ、ここまで、次、本大会までの道のりの中でも、まだね、今大会終わってないけど、はい、いろいろ動画出していこうと思いますので、いろいろ見ていただけたら皆さん、嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、今、朝のね、
ニュース番組見てますけどね、うん、パリ五輪の聖火がね、船に乗せられてギリシアからね、うん、今その種火が出発したらしいですよ。ああ、そういうあれか。ね。そうか。すごいことですね。すごいなぁ。言ってるらしいですよ。いいね。まずちなみに最後に。何ですか？試合、まあもうみんな MVP だと思うんですけど。本当にこれくしゃみとかで消えちゃうことないのかね、これね。ね。そーっとライターでつけたら。向けねえだろ、その道じゃねえかの方には。絶対消えないんですか、あのトーチみたいなね。すごいっすね、あれね。でもなんか消えそうなもんはあると思うけど、なんかね、うん。どうなんだろうね。消えたらもう誰にも言わないで、こう、待ちに待って。まあ、そうだよね。まあ、ちなみに、こう、全、まあ、全員が MVP だと思うんですけど、はいはい。こう試合でこう、通して MVP 誰だったな、マン・オブ・ザ・マッチ誰だったな、みたいな感じですか。これはやっぱり、うん。まあそら藤田ジョエル千葉先生もいいですし、まあそうなんだよな、うん、これは本当総力戦でしたから、うん、もう誰かを選ぶことは僕はねできないっていう気持ちもありますよ、うん、それは先生はどうですか。まあだからでも一つやっぱジョエルなのかなと思いつつ、うん、強いて言えばだから関根君っていう名前をそれでもあげたいなと思いますよね。なるほどですね。じゃあ芯も好きなようにさせなかったっていうのはでかいのかなと思ってて、うんうんうん、いやでもこんなに全員が輝いてる試合もないなっていうね。それはもう、ほんとそう。あのスペースを開けるために、あの人もあの人もあの人もみんなでっていう、みんなで作ったからね。教えてもらったわけですから、ね。はい。あれを聞いて、朝の先生の動画で見せてもらったら、もう MVP なんて言葉はいかに神経かっていうのをね、私ね。ね、思い知るわけですよね。それはメディアやらね、これね、話題としてはそれは分かるし、気持ちも分かるし、それはあって叱るべきですけども、ね、MVP っていうのはいかに神経な、ね、ことなのかっていうのはね、神経。うん、チンケなおっさんがすいません朝から眠くてねえチンケな布団でねチンケな体を横たえて寝ますよ。これね、あと寝ようね、うん、ありがとうございました。いや嬉しい、ね、ありがとうございました。嬉しい。パリの夢でも見ようかした、ね、そうだね、そんな夢ですかねえ、なんだってウズベキスタンにそんな浮かれてたら、うん、ウズベキスタンにやられるぞってコメントを書いてる人いるでしょ絶対にね、うん、そういう穴をね埋めていくからね僕はね絶対そういうのねそんなこと言ってるからなんとかだとか書くでしょね、喜ぶとき喜ばないとね、そうだね、そういうことですよ。それはもちろんそうですけど ね、それはもちろんそうですよ、そうだね、いやいや、ね、本当よかったね。いやよかった、本当によかった、はい、ね、うん、ちょっと今日はフランスっぽいことしましょう。フランスっぽいこと、フランスパンをかじるでもいいですしね、オーシャンゼリーゼを口ずさむでいいもいいですしね、なんですか、あとはフランス料理っていうのはリーグワンを見てもいいんじゃないですか。あ、リーグワンを見るでもいいですしね、はい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 、アクアフレッシュをね使うでもいいんですよ。ね、なんでトリコロールだからよ。ね、歯磨き粉にね。あったな、そうだな。うん。さよなら救急車。いや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 。お仕事お疲れ様でしたね、そら。お疲れ様です。そうだね。うさくないね。うさくない。うん。眠れた。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。迎えに来たんで乗ってきます。ダメです。ねありがとうございました。ありがとうございました。いけないね、これ。どうだね。はい。もう朝からもうゴールシーンがね、何度も何度もご覧になってますんで、うん、ね、寝れませんっていうことでございます。はい、素敵なお昼をお過ごしください。おめでとうございました。ありがとうございました。バンザーイ。バンザーイ。バンザーイ。